皆さんこんにちは、キャットグルーマー協会です。今回の動画もキャットグルーマーを目指す方にはですね、とっても参考になる動画だと思います。レッドのペルシャなんですけれども、飼い主さんが入院してしまいまして、今回の場合は高齢のお母様なんですが、ご飯とトイレの世話はできるのですが、しかしね、口入れ、このブラッシングの方がなかなか上手にできなかったということで、全身このね、この背中の部分、あとお腹のところもですね、カメラの甲羅のように毛玉がびっしりできてしまった、そんな猫ちゃんのお話になります。そして飼い主さんが退院した後、みーちゃん先生のところにですね、SOS が入りまして、今回の緊急レスキューになったわけです。バリカンを使いながらみーちゃん先生がいろいろ解説をしてくれているのですが、何せこうバリカンの音がですね、大きいので音声が聞き取りづらかったりする部分もあります。また多少編集をボリューム下げて行っているところもあるんですけれども、皆さんね、お聞きになる場合はちょっとボリュームは気にして、ご覧になっていただきたいと思います。それではどうぞ。えらいことになっちゃってます。もう全身石のようにマットで、汚い子ちゃん大好きっ子です。2ミリ入らないかもしれないっていうぐらいのマット状の毛玉です。一応2ミリ毛を残せるところは2ミリ残しましょう。喉のところからの方が比較的入りやすいと思います。なるだけ2ミリ毛を残したいので、刈れるところまで2ミリで刈ります。どうしても無理になってきたら1ミリ入れますね。肌をしっかり伸ばして刈りますよ。同じ2ミリのバリカンなんですけれども、持ち慣れたものに変えます。ここまで毛玉になってると引きつれがあって肌が怖いので、必ず上からしてください。背中の皮膚でもね、伸びてて、バリカンが噛んだら。ちょっとね、猫が動くのはね、痛いんでね、動いて嫌がってますよ。危ないんだ、ハサミ入れていきますね。指でね、身をね、しっかりね、押さえてくださいね。はい、
って撮りましたね。猫ちゃんね、だんだんね、動きが楽になってくるんでね、嫌がって動いていきますので、しっかり固定してくださいね。動けるようになったので動けます、動きますよ。気をつけてくださいね。はい、毛玉はなるべく引っ張らないで肌を引っ張ります。毛玉に身がついていくのでね、大怪我につながりますからね、しっかり身を引っ張ってくださいね。特に荒刈りの時はね、クリッパーをすくうようにね入れていかないと、肌がついていると怪我しますよ。こういう感じですね、これ肌がくっついていますよね。ここにこのままバリカンの刃を入れたら大怪我しますので、必ず開いて、そして毛玉をすくうように取っていきます。肌を引っ張って取っていきますよ。クリッパーを持ってない方の手で必ず猫の肌を引っ張ってくださいね。肌のね、引きつれ具合とクリッパーの方向を間違えないでくださいね。この辺ね、おっぱいがあったり、肌が、皮膚が引っ張って伸びたりしているので、方向気をつけてくださいね。こんな状態になってますね。ここまでが毛で、ここからが皮膚ですよ。怖いので気をつけてくださいね。私が痛いな。おっぱいありますね。こういったところも気をつけますよ。もうビッチビチにくっついてて、本当は2ミリ危ないんですけど、猫ちゃんのセルフグルーミングでね、肌を壊しかねないので、できるだけ2ミリ残したいんですよね。本当は1ミリでスーッとやりたいところなんですが、頑張って2ミリを入れてます。はい、皮膚ね、このように腕の方に引っ張ってください。ここの毛玉の部分、内側にありますよね。この皮膚をこのままで刈る場合にはもう肌伸びてて怖いですよね。ですので、こう持っていきます。ここまでね、伸びますから。皮膚をこっち側に、ね、そうするとここたるみがなくなるのでバリカン入れやすいですね。このようにね、たるみをねしっかりね伸ばして、そしてねバリカン入れていきますよ。
ってね、このね、お水大好きな人はね、全部しけってるんだよね。ねえ、お水大好きだからね。しけってるのでね、バリカンがね、入りづらいんだよね。なるだけね。こういうところする間はね、ちょっとかわいそうなんですけど、しっかり補填してください。特に一人の場合はね。気持ち悪いね。肌にくっついちゃってるね。痛いね、痛いね。はいはい。気持ち悪いね。バリカン持たないで。バリカン持たないで。これは2ミリ入りません。もうただれちゃってるな。どうしようかな。ちょっとコットン持ってきて。これセルフグルーミングしてる感じ、自分で。痒くて痛んで、暴れてるわけじゃなくて、こういうところ触られて気持ち悪くてね、カミカミカキカキしてるだけなの。別に嫌がって暴れてるわけじゃないのね。だから痛い痛い痛い。もうちょっとだよ。
そういうところも肌怖いんでね、伸びますから気をつけてください。嫌ですか？嫌です。いくらね、毛玉でも可愛く丸く残してやりたいから、うん、こうやっていらない、どう絶対いらないであろうところの毛だけね、うん、こうやって切ります、うん、私らはやっぱりこの子を最後まで可愛く仕上げなくちゃいけないから、はい、しかしながら、うん、この間の、うん、シャンプーで取れるんでしょうか。シャンプーで取れるこれ、これこの猫から出た汚れなの。あ、 うん、それとおしっこやうんこやよだれやめやになんで、はい、これ全部ね、これ全部ね、ほぐれますか。ほら、ほぐれるの。残してあげるんですね。残せるの、はい、残せるんだよ、はい、すごくお手手ちっちゃくなるけど、あ、本当だ、ね、取れるんだよこれ。じゃあせめてもの、うんうん、そう、足先は絶対、はい、尻尾の先と足先は何があっても絶対ちょっとずつ残してあげて、そうしないと、はい、自分でカチ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 ってやって流血を起こしたり、この尻尾の先も必ず残してやらないと、うん、猫尻尾を噛みちぎちゃう自分で。あ、そういう守るための毛でもあるんですね。そうなの、いつもふわふわの子とか、はい、短毛の子でも毛尻尾あるでしょ、はい、あれが急にムチみたいになったら、尻尾振った時に気持ち悪くて、自分の尻尾だと思わなくて攻撃しちゃうのね。そして怪我させちゃうの。尻尾も毛玉があるのにビーっていっちゃったら、尻尾の皮膚もこれだけ伸びんのね。だから怪我しちゃうんで、サクって裂けるから必ず横にスライドさせてやらないと、ふわふわの長いロングヘアで、どこももつれてないんだったら引っかからないのね、皮膚が。でもこれはもう皮膚伸びちゃってほらね、怖いので、必ず慎重に横向きに入れてくださいね、こういう時はね。これ1ミリで、うん、ボディは2ミリでね、頑張ってやったんだけど、ちょっともうこの辺はうんちおしっこで毛がしけてるのでね、うん、1ミリ。本当はね、0.6 とかでやりたいぐらい、この辺は。うん、痛い痛いね。ごめんごめん。ここ、ただれてるのでね。でもね、本当にね、ペルシャ猫ちょっとね、お世話ができないとね、汚い子好きちゃんはこうなるの。トイレの世話はできないとこうなりますか。うん、毛玉がそのままうんこやおしっこを巻きつけちゃうって落ちないでしょ。なのでね、ちょっと飼い主が目を離した時にこうなる子結構多いの。別に虐待されてるわけでもなく、何でもなく普通になるの。なんか汚い子ちゃんだけどうちのゆりゆりみたいな感じ。ね。さあ、そしたらこれ、こんだけ毛玉なんだけど、これね、残してあげたい毛なの、うん、なのでスリッカー取って。女の子ですか。女の子だよ。じゃあ溶かすね、はい、しっかり根元持ってあげて、痛くないようにね、ほぐしてほぐして。はい、ごめんごめん、はい、ちょっとでも必ず残すことね。
んな感じでお手手も綺麗になるんでね、洗って乾かしたらね。手とか5回ぐらいしてあげた方がいい、ね、そう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 、うん、お湯が汚れなくなるまでやってあげて、うん、そしてね、身がここまでありますね。身がここまであります。しっかり身押さえて、身から1センチぐらいのところね、もう普通にまっすぐパツッて、うん、かわいい、かわいいね、うん、足引っ張るよ、そーっと引っ張ります。いらない毛落としていきますね。大丈夫だよ。さあ、干したらお風呂に、お風呂用意してきて、はい、お腹のとこな、はい、うん、シャンプーはレッスンに来ていた生徒さんにしてもらいましょう。で、これまだお湯につけて軽くゴシゴシしただけなんですけれど、何ですかこのお湯の色は。手足にブーツを履いているようにカットしてあるので、足先の毛が相当汚れていたみたいですね。尻尾の付け根や内股の皮膚がただれていたので、少し染みるかもしれませんが、丁寧に洗っていきましょう。ドライヤーもみーちゃん先生が教えている通り、頭から乾かしていきますよ。足先のバリカン、そして足回りの小さな毛玉の処理の練習です。はい、出来上がりです。亀の甲羅のような毛玉を完全に取り払い、ヘッドはライオンちゃん、手足にはブーツ、そして尻尾の先にボンボン、とっても可愛く仕上がりましたね。猫も自由に動けるようになったので、とっても嬉しそうです。はい、いかがだったでしょうか。最初は身動きが取れなかったせいかおとなしかったのですが、後半になるにつれ随分セルフグルーミングをできるようになりましたね。そして施術中、みーちゃん先生が口を酸っぱくして言っていたのが、皮膚を伸ばしてくださいね。こう皮膚をこう伸ばして、そしてバリカンを入れてください、これをすっごく言っていました。猫の皮膚は犬よりも伸びますので、特に犬のトリマーさんが猫をやるときには本当に十分注意してください。犬と同じ感覚でやったら猫ちゃんはね、皮膚をザクってやってしまって本当に大変なことになりますよ。ということで今回の動画もいかがだったでしょうか、ね、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。それでは。